オートモーティブインダストリーズリミテッドはイスラエルの自動車メーカー、イスラエル治安部隊向け車両の主要サプライヤーであった。1966年にポーランド系アメリカ人の事業家、ジョセフ・ボクセンバウムによって、ノフ・ハガリルで創立する。創立当初は、フォード・クライスラーの輸入を行っており、製造を開始してからは、バンやライトトラックやトラックを中心に行っており、 この中でも特に関与していたのが、軍用型ダッチラムの製造であった。その後、政府から乗用車の生産も行うよう圧力がかけられており、この結果、フォードエスコートを一時製造していた時期があった。軍用ジープとなるウィリスメガバイトや、その派生系 M462 アビール、エールストーム、ジープラングラーなど、 SUV や軍用向け車両の製造会社としての道を歩む結果となっている。この他、エールはイスラエル国防軍向けハンビ B の組み立ても担っていたが、アメリカの対外援助の契約内容からアメリカ工場での製造に切り替わっている。このため工場の稼働が止まったことで2003年に工場閉鎖の危機に陥っており、イスラエル国防軍が新型車両である スフにへ投資を行い、このうち1200両をエールから購入すると発表。しかし実際には100両のみに止まっており、エールは従業員の大半を解雇する結果となっている。2005年に工場の大部分が解体されており、跡地に商業施設であるパワーセンターが建設されている。その後、小規模ながら製造を行っていたが、2019年2月に、 工場を閉鎖し事業を停止した。国境警備隊で使用されるストーム国防軍で使用されるハンビー走行車両。ありがとうございます。